はい、どうもとあるです。はい、今日なんですけど、今日はですね、こちらの動画で、行政書試験に受かるために必要な教材と、テキストですね、そこに関してお話をしていこうと思います。なので、まあこれから行政試験目指していこうというふうに考えている方がですね、何を買えばいいかと、そこに対するも答えをお伝えしていきますので、今回の動画を参考にしていってください。それでは見ていきますとですね、まあ一応主に4点、ご購入ください。まず一つ目が数学問の民法1と2ですね。数学問の民法の1と2。そして二つ目がウォーク問。で、三つ目が模試なんですけど、後でまあ説明はしますね、模試。で、4点目が記述式対策の問題集と、っていう4点をご購入ください。そしてですね、もう一点としまして、六法に関しても、行政書試験のミニマム六法ですね。そちらも書いていませんが、それもね、ご購入ください。っていう、まあ合計5点ですかね、そちらをねご購入ください。数学問の民法1、2と、ウォーク問、模試、記述式の予想問題集、あとは6法ですね、その5点ですか、5点ないし6点と、そこに関してご購入くださいとっていうところでございます。それでまあ順に説明をしていきますとですね、まず数学問の民法の1と2、これがね非常にいいので、これをですねご購入ください。でまあ何がいいかっていうと、まあ簡単に言うとですね、解説がすごいしっかりしている、かつ難易度が若干優しいんですよねっていうことですから、例えばウォーク問とかを使っていこうっていうと時にウォーク問って若干難しいんですよね。要するに行政書試験の本番の問題がセレクトされていますから、だからこそまあちょっと難しいとっていう方がですね、まずはもう少し優しめの問題集で頑張っていこうっていう時に一番いいものがですね、数学問の民法の 1,2 でございます。そしてこちらはですね、かなり解説がしっかりしていますので、こちらがあるとテキストとか参考書がなくても大丈夫なんですよね。なのでこちらをですね現在おすすめしております。そして僕はですね、こちら数学問の民法1、2に関する解説講義をですね、YouTube 上にたくさんアップロードしていこうと考えておりまして、現在すでに3つか4つぐらいですかね、は上がっていますので、もしよかったらですね、見てみてください。そちらに関してはもう一個の方のチャンネルですね、そちらの方で数学問の民法1に関する授業の動画がねガンガン上がっていきますから、そちらをよかったらご利用くださいとというところでございます。そして次2点目がウォーク問ですね。やはりまあそのこの試験受かっていこうなってくると、ウォーク問使ってる方非常に多いですから、こちらをぜひともですねご購入ください。それでまあ軽く補足をしておきますと、足別過去問集ではどうなんだって話があると思うんですけれども、僕はそれもいいと思います。ウォーク問を使うか、あるいは足別過去問集、それはいいと思うんですけれども、まあ、必ずですね、数学問の民法 1,2 でこの民法の基礎を養っていった上で、ウォーク問が足別を使うようにしておきましょう。いきなり足別過去問集っていうのは若干難しかったりするのと、あとは基礎がないんですよね。基礎がない段階でそれ言っちゃうと知識に穴がねできちゃうんですよ。だからこそいきなりではなくて、まずは数学問の民法 1,2 こちらで基礎を養っていった上で行く方が僕はいいと思います。そしてもう1点が参考書ですね。こちらに関しては買ってもいいし買わなくてもいいかなというふうには考えています。つまりは数学顧問が今現在すごい解説がしっかりしていますので、ここを見るだけで必要な箇所に関しては大体書いているんですよね。だからこそまあなくてもいいかなというふうな考え方をしているわけでございますと。そしてじゃあ数学顧問の行政法とかはどうなんですかっていうと、そちらは必要がなくて、行政法っていうのは考えてどうこうしていこうではなくて、一個一個の大事な知識をしっかりと覚えていこうとなりますよね。だからこそウォーク問の行政法に載っている問題、それを完璧にすることで十分でございます。ということで、まあ、それができたとなってくると、次は模擬試験ですね。模擬試験に関しては今現在はですね、まあその時期の問題ありますから、まあ、そのまあ試験場といいますか、そこで受けるということが厳しいとは思うんですけれども、必ずですね模擬試験に関しては受けるようにしておきましょう。でそれがなぜかっていうと、それはね、様々理由あるんですけれども、例えばペースメーカーですね。そこに模擬試験があるから、そこに向けて頑張っていこうっていう風なペースメーカーになり得ますし、あとは模擬試験を受けると大体点数ね良くないですから、なのでその点数を見て、あ、さらに頑張らないとなっていう風なモチベーションにもつながってきます。なので模擬試験は必ずですね受けられるだけ受けるようにしておいた方がいいと思います。そしてラスト4点目が記述式の対策の予想問題集でございますが、こちらに関しては使うとしても8
8月か9月くらいからなんです。8月9月くらいまでに民法行政法に関する基礎を定着させていった後にですね、こちらのですね旧式の予想問題集こちらを使っていって、そのまま覚えたところに関してまあさらにこう深めていくというかということをしていくんですね。なのでこちらはまだ買わなくても大丈夫でして、こちらに関しては8月9月くらいにですね、ご購入いただいて最後のまあ詰めと言いますか、それをまあやっていこうというところで、まあ使うので、まあ現在まだですね、まだ今のところは数学問とウォーク問とまあ模擬試験の申し込みとかっていうくらいかと思います。そしてラストとしましては書いてませんけれども、六法に関しては、行政書試験のミニマム六法とそちらを使うようにしておいてください。で、六法に関しては例えばポケット六法とかそういう風なまあ全部条文書いていますよっていう風なまあ分厚いものでも全然いいんですけれども、おすすめとしましては行政書試験対策に選び抜かれた今の六法ですね、そちらが良いかなとは考えています。ということで、まあ、今回のお話に関しては基本的には全てリンク貼っておきますから、もしよかったらそちらの方からご購入くださいというところでございます。そしてあとはですね、一般知識に関してはどうしましょうかに関してはですね、例えば常日頃からニュースを軽く見てみるとか少し何かを調べてみるとかっていう風な1日とっても5分とか10分とかぐらいに留めておいた方がいいと思いますので、それくらいでまあそのやってみてくださいというところでございます。そして僕の方では提供している部分としましてはですね、例えば、数学問に関してこちらの解説講義ね、ガン上げていきますから、そしたらよかったらですねチャンネル登録しておいてください。現在チャンネルが2つですね主にありまして、こちらの方のメインのチャンネルですね。でメインチャンネルというのは結構幅広くやっていこうと考えておりますので、ぜひご登録くださいっていうのと、もう一個が、解説ですね。主にまあ数学問、直近に関しては数学問に関して解説講義をどんどん上げていきますから、両方ですねよかったらチャンネル登録しておいてください。そして数学もいきなりするのはもうちょっと難しいよっていう方向けに提供しものとしましては2つありまして、まず1点目が基礎講座ですね。民法の基礎講座もリンク貼っておきますが、一応まあ作っておりまして、それをまあ見てもらいますと、それでも民法の基礎に関しては OK とっていうところでございますので、それよかったらご利用ください。あるいは個別指導もやっておりまして、現在はやはりこう実際に会うことが厳しいという方もいらっしゃいますから、基本的にはまあ Zoom ですね。Zoomとか LINE のビデオツアーとかっていうのを使っていった上で、それで1対1でここでまあ教えているとっていうところをやっておりますので、もし興味があったらご連絡ください。こちらに関しては月額制でやっているんですけれども、残り定員が、1名ですね、でやっていますので、なのでそれに関してもし興味があったらご連絡ください。はい、というところでございます。あとはですね、僕自身としては無料で、オープンチャットやっておりまして、そちら現在、200名以上が参加しているんですけれども、もし興味があったらですね、そちらの方でも、毎日一問一答とか受験生同士の情報交換やっておりますので、もし興味があったら概要欄からですね、参加してみてくださいと。はい、というところでございました。ということでですね、僕としましてですね、行政書試験の受験生に向けて様々な動画作っていきますから、今後ともぜひとも一緒に頑張ってやっていきましょう。以上、トールでした。